はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしんです。今日はね、久々に編集動画を皆さんに、お見せしたいと思います。今日はね、実はこんなすごいヒペリカムが手に入ったんです。これね、直径2センチ、さっき測ったら2センチあるんです。2センチですよ。なかなかね、こんな2センチあるヒペリカムなんかね、ないんですよ。だからなんかね、こんな大きいヒペリカムがあったら、まあ、大きいアレンジをこう作りたいと思うのが、まあ、本当は心情なのかもしれないんですけど、僕はちっちゃいアレンジを作りたくなったんですよね。だからこのヒペリカムを使っていつもよりうんとちっちゃいアレンジメントを作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。今日はね、こいつに、この器にアレンジをしていきます。結構ちっちゃいんですよ。これ手のひらがこのくらいだから、ほらね、ちっちゃいでしょ。フォームはこのくらいなんですけど、これじゃちょっと大きすぎるんで、ここはね、少しカットしていきます。ちょっとカットします。まあ、このくらいですかね。はい、そしたらこれやっぱり面取りをしますね。どんなちっちゃいもんでもやっぱり作業って一緒なんですよね、作業工程ってね。はい、ね、皆さんね、ちっちゃいものって簡単に思えるじゃないですか。でもね、ちっちゃいものって実は簡単じゃないんですよ。難しいんです。なのでちょっと心していきましょうか。ちょっとアップにしすぎたから少しこのぐらい引きましょうね。だからこの谷渡りもうこれね、こういうふうにこれ株をカットするっていう、そのNフラワーのテクニックですね。で、まあこれをね、横にビュッとこう流しちゃうっていう手もあるんですけど、ちょっとまだ1本しか使わないからな。ちょっとこう巻いて U ピンで留めていきますね。こう U ピンにしたもので、こうこう止めていきます。これね、このね、谷渡りはね、この間の撮影の時にうちのつとむちゃんが置いてってやつなんですよね。つとむちゃん、こっちんです。そしたらこれアメリカ岩なんていうんですね。昨日ライブでも使った、昨日、これ編集がいつなのか分かんないからな、昨日とか言っちゃうと昨日じゃ全然なくなっちゃう可能性もある。これね、結構ね、これでも大きいんですよ。だからこうやってカットしてさせるようにしてあげて、刺していきます。このくらい小さいアレンジになると、本当はオアシス社の多分スプリングタイムっていうね、フローラルフォームがすごく多分使いやすいと思うんだよね。ただ今回これはマックスママじゃなくてマックスライフか、マックスライフっていうフォームを使ってますけど、このマックスライフでも結構小さいもの刺さります。ただマックスライフ以上に多分あれはね、スプリングタイムは刺さるんですよ。
なかなか最近の生質者のフローラルフォームは優れている。前まではね、フローラルフォームはちょっと某違う会社のフォームを使っていたんですけど、ちょっといまいち使いにくくなってきたんですよね。なんか粉っぽくなってきたというか、なのであっちはね、あちらさんは使わなくなりました。やっぱりいいものをね、常にこう求めたいですよね、 N フラワーは。だからフラワー DB ももちろんこう N フラワーのね、ここはチャンネルなんで同じ素材で使っていくという。こんな、まあちょっとね、こう葉っぱがピュピュッてピュピュッて、かわいいじゃないですか。でね、やっぱこういうところ先に処理しておいた方がいいんですよね。だから全部岩難点でやってしまってもいいんですけど、岩難点全部やるとまた岩難点のちょっとそのなんかあれがね、ちょっとあれがねって、あれっていうかその存在意識、意義がね、存在意義がというか目立ち度がね、あの、まあ、要するにこっちにもあります、あっちにもありますっていうと、なかなかこうなんつうのかな、貴重感がなくなってくるじゃないですか。だからここはレザーリーフファンでちょっとあらかたファンデーションワークをさせていただきますしね。こんな感じです。ここの丸みが可愛いでしょ、ね。そしたら皆さんお待ちかね、このヒペリカム登場しました。このね、葉っぱはやっぱ使えないから取ります。でね、ヒペリカムってこの茶色くなったここの部分、これって見えます、傷んでるんですよ。だからこれは切ります。あの、茶色くなってるのは茶色いヒペリカムだと思ってる人いますけど、茶色いヒペリカムじゃないですよ、傷んでるんですよ。でこれやっぱり少しこう枝がね長く伸ばせるように、こういうカットの方法をしておくっていうのは、なんていうのかな、あれですね、あのアレンジの幅が広がりますね。でこの、まあ、一番大きいところです、直径2センチのヒペリカム。もうなんかね、美味しそうなんかね、もうこれはね、美味しそう、それ以外のもう何物でもないですね。美味しそうなんだよ、もう超ベリー感。こんな、これもう一本使いますけど、ここもやっぱりちょっと茶色くなってる。ここはこれはね、取ります。でね、これね、茶色くなってくるとちょっと臭いんだよね。なんかね、別に嫌な匂いではないんだけど、ちょっと臭いんですよ。だからなんかね、やっぱりお花もね、匂いとかでも、こう、鮮度分かるようになってくるんですよ。結構ね。そのぐらいになってくると、プロだなみたいな、まあ、プロだなみたいな。でちょっとまあ長くしたけど、まあ最近ちょっと外してますよね、これね。長くしても長く使わねえみたいな、フラワーアーティストシーン、長くしても長く使わねえぜ、イエイイエイみたいな。まあそういう感じで見てもらっちゃ困るぜ。
なんかほらちょっと見て、小鉢っぽいでしょ。ほら、なんか美味しそう、美味しそうみたいな。そしたらここで、あのね、超かわいいこのグロリオサちゃんを入れちゃおうかと思ってるんですよ。でこれね、この辺はちょっと痛みが出ちゃってるんで、痛みが出てるとこは使わない。でグロちゃんはやっぱりこの花粉が可愛いんですけど、洋服につくとえらいことになるんです。だからこの子はやっぱり取りましょう。あの生け花ではね、あのつけてあの生けるというのがやっぱり生け方ではありますけど、まあまあもちろんフラワーデザインでもね、その生けつけてつけたまま生けるというのもありますけど、だけどね、やっぱりほらいろんな用途にねよってはなかなかね難しいじゃないですか。でこれほらキュッとくるってこうやって曲がってるんでしょ。なんかこういうの可愛いでしょ。ここをやっぱり使うのにやっぱり長くしましょう。また長く使わねえんじゃねえのかなって思ってんでしょ。長塚はまた長く使わねえんじゃねえのか、長塚じゃねえフラワーディスト死んだ、まあ、長く使わねえんじゃねえのかみたいな、アンチ長塚増えちゃうぞみたいな、まあ、いくら増えてもいいんですけどね、アンチちゃんもね。はい、長く使いますよ。ほらほら長く使っちゃったよ。でさ、このグロリオサってこうやっぱ方向性があるの分かる。こっち向いてますね。それをさ、同じ方向向けるのか、こう違う、ね、互い違いにするのかとかで、すごくこう雰囲気が変わってくるのね。だからそこのところをちょっといろいろとこう考えて作ってあげましょう。よりこう可愛くなるような感じがいいよね。もう超可愛いじゃねえか。ブイブイはしてんじゃねえか。はい、めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛いです。ほんとめっちゃ可愛いです。でちょっとね、ここでここのルリタマアザミちゃんをさ、シードで入れちゃいましょう、ね。真ん中はナンセンスだな。ここか。なんかさ、表舞台にあんまり上げてこたくなくなっちゃったの。ちょっとチラリズムであると色差し色っていいんだけど、表に出てくるとな。ちょっとなー、でもな、ここがいいかな。おい、うん、いいね、できました。白前、めっちゃ可愛い小鉢ちゃんです。なんかね、ほらこういうのちょっとさりげなくテーブルの上に飾ったったらすんごく可愛いと思いません？すんごく可愛いでしょ。だからもうほんとちょっとでいいから、もうこれだったらさ、まあでも、まあ、このちょっと高級花材使いすぎたな。19と12、うん、2000円弱ぐらいかかるかな。はい、でも可愛いじゃないですか。これめっちゃ持ちますよ。ね、
まあ、こういうアレンジもちょっとあの普通に考えたらこれ1000円でできるもんね。あのグロとかのこれ代わり種を使わなければ。だからちょっとお家に飾るっていう、こうさりげなく飾る、さりげなく飾っちゃうアレンジメントみたいな感じでやってみてください。はい、今日はこちらのこのアレンジメントを皆さんにお届けしました。すごくねこう可愛くて小さくて手軽で、どこにでも飾れる可愛いアレンジメントです。もうねこのヒペリカムの2センチのヒペリカムもうすごいよね。もうベリーでベリー、ほら美味しそうって感じがするでしょ。食べたくなっちゃいますよね。はい、では今日はこの美味しそうなベリーのヒペリカムをアレンジしてみました。まあそしたらこういう可愛いグロリオサもついてきましたみたいな感じです。ではねまた次回お会いしましょう。 See you next time。 フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はパソコンの方はこの右下のね N フラワーデザインインターナショナルの透かしがあるんですけど、皆さんから見ると右下ですね、そこをクリックしてくれれば、チャンネル登録をするところに行きます。でスマホの方は下のリンク欄にチャンネル登録お願いしますというところに下の URL があります。そこをクリックしていただけると、チャンネル登録をできるところに行きますので、そこでチャンネル登録をお願いします。あとグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた。